はい、じゃあ発表の方を始めさせていただきます。ちょっとですね、所属先でボケたんですけども、今見返すと恥ずかしいのでちょっとスルーします。はい。まあ、松浦香菜に関しての発表になります。でですね、発表者の私のプロフィールはさておきですね、まあ、松浦香菜のプロフィールを紹介します。まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、まあ、名前は松浦香菜で、身長が162センチ、で年齢が17歳です。で誕生日が2月10日で、まあ、好きな食べ物はわかめとか、まあ、海関連のものが好きだということで、嫌いな食べ物は梅干しですね。まあ、先ほどの発表でもありましたが、綾瀬えりさんと同じということです。で、声優は諏訪なんだかさんということで、はい、押してください。はい、で要所要所にですね、イラストを載せておりますので、はい、エモくなっていただいたと思います。さて皆さん、松浦香菜と聞いて、どんなことをイメージされるでしょうか。ちょっとだけ、イメージしていただきたいんですけれども、はい、まあ、イケメンな画像が載っておりますが、まあ、中には、スタイルについて思われた方もいるかもしれません。でまた別の方にですね、このイラストを見てクールさに、魅了された方もいるかもしれません。でまた別の人はですね、まあ、アニメとかでもそういうシーンがありますから海好きのイメージを持たれる方もいるかもしれません。で、まあ、あんまり、まあ、アニメ日記とかでですね描かれたりはしてたんですけども、意外と怖がりな一面があるということです。まあ、この辺も綾瀬えりさんと共通するかなと思うんですけれども、はい、今回はですねその数あるイメージの中で実は可愛いんですよ、可愛いんだぜということを、ね、紹介します。こちらのイラストがですね、みんな大好きスクスタの、イベントでしたね。イベントの報酬かなと思うんですけども、ラーメンを作るというところで、ご覧の通りラーメンが見えないほどのわかめを盛り付けております。まあ、好きな食べ物はわかめですので、それを盛り付ける暴挙に出ました。で、まあ、その、はい、まあ、屈託のない笑顔を浮かべていると口角も上がりまくっております。はい、可愛らしいわけなんですけども、 CM を狙いそうですね。はい、で、まあ、この可愛さについてもいろいろ掘り下げる視点といいますかあるんですけれども、今回はその中でもサインというものを取り上げようと思います。で、まあ、もちろん松浦香菜以外にも、サインというのが設定されているわけなんですけれども、まあ、10人というのの個性がそこには反映されております。ということで、まあ、試しに他のメンバーの、はい、サインを見ていこうと思うんですが、まず1人目が、ミューズの花代ちゃんですね。はい、まあ、アイドル好きということなので、まあ、もしかしたらこのサインについても何かアイドルっぽいサインというかそういうのをイメージして、まあ、こんなものを書いたのかもしれません。で、一方この絵かなたさんですが、寝起きで書いたのかっていうぐらい の適当な加減が見て取れますね。この謎のキャラクターが気になるところではありますが、はい、で3人目、まあ、我らが悪魔の黒沢大樹さんですが、達筆ということで、とてもアイドルのサインなのかと疑うほどですけれども、まあ、こんな感じでですね、まあ、10人というの各メンバーの個性が反映されているということになります。さてですね、まあ、今回の主役の松浦香菜のサインはじゃあどんなものかというのを確認していこうと思います。はい、まあ、まあ、見たことある方もねいらっしゃるかもしれないですが、まあ、こんな感じのサインになってます。なんかサバサバしてるなとか、こうなんか頑張って横棒を引っ張ってサインですよみたいな、これはサインのつもりですよみたいな、ちょっと背伸びした感じが見受けられて好きなんですけども、そこでですねちょっと注目していただきたいところがありまして、はい、ここなんです音符ですね。この音符をちょっと、焦点当てて見ていこうと思います。で、まあ、サインがあるんですけども、どんな書き順で書いたんだろうかというのもちょっと気になりましてですね、サインの書き順というのはスクスタが初めてそこで明かされたのかなと思います。まあ、関西には便利な言葉がありまして、知らんけどとつけておいたらこう責任の言い逃れができるわけなんですけども、まあ、間違ってても大丈夫ということ で、ですね、そのスクスタの中でも、
UR 化、まあレアリティがいろいろありまして、そのうちの一番レアな画像をゲットしたときに、そのサインの書き順を見ることができるということで、ちょっと試しにですね、その、まあ、音声はないんですけども、ちょっと見ていただこうと思います。ちょっと画面の左下の方にサインが出ますので。はい、どうでしょう、ちょっと早かったかもしれないですがですね、書き順はですね、どうなったかというと、音符の書き順最後やと。これなんで音符最後に書いたんだというところに気がつきましてですね。でこれでちょっと押さえていただきたいことが2点あってですね。まず、最後に裏は、まあ2文字目なんですけども、点を書き忘れていたということですね。はい、でその点を、ただ点で書くのではなくて、音符で書いたと。点を音符で表現したと。この2点が大事になってきます。でまずこの1点目ですね。点を書き忘れたことについてちょっと見ていきたいんですけども、うっかりミスですね。うっかりミスがもう愛おしいわけなんですけども、まあ、ちょっと学会っぽいことを交えておきますとですね、精神分析家のフロイトという人がおります。いました。今はいませんが。その人が失策行為ということを、言っていてですね、まあいわゆるこううっかりミスというのがこの失策行為に当たるわけなんですけども、このフロイトさんはですね、この失策行為の裏には、何か無意識的な、こう抑え込もうとしているものが、現れてきて、こういうふうにうっかりミスをしちゃうんじゃないかというふうに考えたわけなんですね。まあ、例えば、こう誰かの名前を呼ぶというときに、何か言い間違いをしちゃったとかいう経験、皆さんあるかもしれないんですが、フロイトさんに言わせると、もしかしたら、それはあなたがその人のこと嫌いなんじゃないですかというふうに、ミスするからには何かしらの背景があるというふうに考えるわけです。まあ、このミスの背景として、もしかしたら松浦カナンのサバサバした性格というか、ちょっと抜けているところというか、まあ、その辺が反映されているのかもしれません。まあ、ここはちょっとあまり深掘りしないんですけれども、ここからですね、じゃ点を音符で補ったと。ただ、点、まあ、書き順を間違えたまだしも、なぜ点じゃなくて音符で書いたのかというところなんですけども、ズバリ言いますと、まあ、可愛らしさとか女の子らしさというのを、松浦カナンなりにアピールしたかったんじゃないかなと思いました。まあ、こう全体、サイン全体を眺めてみてですね、あまりにちょっとサバサバしてるなというふうに、もしかしたら彼女自身気づいて、アイドルっぽさを最後の最後で表現したかったんじゃないかなというふうに考えております。スライドのタイトルには考察と書いてますが、大した根拠はないので妄想だと置き換えていただいて差し支えありません。ここから本格的な妄想が加速します。まずスクールアイドルを始めた当初のことをちょっとイメージしていただいてですね、まあ、チカちゃんが発起人ということで、まあ、サインを出してよと言われました。はい、そんな松浦カナンですね、まあ、サインなんて書いたことがないということで、まあ、とりあえず書いてみるかというふうに書いてみたところ、まあ、こんなサインが出来上がりました。はい、まあ、サバサバしてますね。で、こんなもんかなと思ったんですが、まあ、点打ち忘れた、どうしようかな、まあ、でも書き足せばいいかということで書き足そうと思ったものの、でも今のままはあまりにちょっとサバサバしてるなと。まあ、チカちゃんにも、まあ、せっかくだから可愛いサインにしてと言われたと。まあ、どうしようかなということで、じゃあ点の代わりに音符にしちゃったりしたらいいかななんて思いつつ、ということで点をサイン、音符で補いまして、こんな感じのサインが完成したと。サバサバした文字、それから、その文字と音符のギャップはこうして生まれたのだと主張しておりますが、根拠はありません。はい、妄想でございます。はい、ということで、研究の手を成しているのかと言われるとちょっと怪しいんですけども、まとめに入ります。はい、まあ、サインの書き順ですね。スクスタにちょっと映ったサインの書き順から、まあ、あれこれ妄想できることが分かりました。で、括弧妄想上のカナンはですね、まあ、ちょこちょいだと、サインの書き順を間違えたりするけども、ここがまあポイントで、
音符をつければ可愛くできると思っているんじゃないのということが分かりました、まあ、ここが愛おしいところですね。音符イコール可愛さの象徴みたいに思っているんじゃないかというところですね。はい、ということで、まあ皆さんもね、それぞれ推しがいると思いますから、サインとかその書き順とかに注目していただいて、まあ、妄想を展開してみると良いのではないかなと思います。はい、ということで、ちょっとなんか学会っぽいスライドになってきましたが、今後の課題としましてですね、松浦カナンの魅力について述べた研究は少ないと思います。思いますって言うと学会で怒られそうですけども、調べたわけではございませんので、もしかしたらいっぱいあるかもしれませんですね。まあ、課題ということなので、まあ、今後じゃあどうしていこうかなというふうに考えたときに、まあ、ウィンクとかイメージカラーとかスクールアイドルに惹かれた理由みたいな切り口からですね、まあ、さらなる知見を蓄積していかないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、ちょっとだけ言っておきますとですね、ウィンクから、まあ、努力家な一面とか、まあ、イメージカラーはエメラルドグリーンなんですけども、そのなんでじゃあエメラルドグリーンの色を選んだのかとかですね、あと、まあ、スクールアイドルに興味を持ったりのきっかけっていうのが、まあ、同じ3年生のダイヤさんなんじゃないかとかっていう視点で、まあ、いろいろ考えることができるかなというふうに思っております。第2回第3回とこの学会が続くようでしたら、まあ、もしかしたらこの辺の切り口からまた発表させていただくかもしれません。ということで、ちょっと最後に出展を振り返っておきます。今、スクスタとかスクフェスとかスクスタとかジグルラブライブから引用したわけなんですけども、最近ログインしてなくてごめんねということで、ですね、プチグルラブライブ皆さんご存知ですかね。ちょっと断るごとにネタにしてるコンテンツなんですけども、1年ちょっとで終了してしまったんですが、僕は大好きなコンテンツでした。小鳥ちゃんありがとうということで、ツインバードシステムありがとうということでですね、まあ、イラストちょっとまだ時間があるかなと思うんですけども、まあ、プチグルの素晴らしさをちょっと語ると、新規のイラストが素晴らしいものがありました。まあ、カナンに絞ってもそうなんですけども、まあ、いろんなクレーンゲームでルビーちゃんの寝そびりをいっぱい撮ってるダイヤさんとそれに付き合わされるカナンとマリみたいなイラストがあったりするので、太古のゲームプチグルラブライブご存じない方とか、やってたけど懐かしいなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひちょっとググってみてください。いろいろ、いいものが眠っていると思います。はい、短命だったけど楽しかったよということです。はい、ということで、ご清聴ありがとうございました。最後のイラストはちゃんとプチグルラブライブです。